ました。デュエリストフェスティバル2018福岡会場3位決定戦第1試合、ひまっちさん対フレールさんの試合をお届けしてまいります。キャラクターは闇遊戯対ペガサス J クロフォード、あ、ごめんなさい、武藤遊戯ですね。武藤遊戯対ペガサス J クロフォード。さあ、スキルリスタートを発動して手札を公開して、入れ替えを行います。デッキは窓ですかね。さあ、ペガサス側の先行で始まりました。相手のデッキが魔導ということが分かっていますので、それを踏まえて展開していかなければなりません。まずはカードをセット。さあ、2枚セット、3枚セット、そしてターン終了。さあ、迎え撃つは武藤遊戯側。さあ、リスタートによっていい手札を作れているのでしょうか。さあ、3枚のカードを相手にしなければなりません。まずは魔導書士バテル通常召喚、効果を発動して魔導書カードを手札に加えていきます。魔導書庫クレッセンですね。さあ、まずは魔導書庫クレッセンによって墓地に魔導書カードがないので発動が可能です。デッキから3枚の魔導書を相手に選ばせて、そのうち1枚を手札に加えていきます。さあ、セフェルの魔導書、ゲーテの魔導書、アルマの魔導書。さあ、選ばれなかったのはグリモの魔導書でしょうか。グリモの魔導書はもしかしたらすでに手札にあるということかもしれません。相手には何が加わったかは見えない状態ですが、おそらくあのカードは持っている、そう、グリモの魔導書。さあ、効果を発動して別の魔導書をさらに加えていきます。さあ、ここまでは順調といったところでしょうか。相手にモンスターはないのでこのまま攻撃することも可能ですが、その前にできるだけの準備はしておきたいところ。アルマの魔導書を手札に加えます。さあ、続いてセフェルの魔導書を発動。魔法使い族がいるので他の魔導書を手札から見せて墓地の魔導書の効果をさらに適用します。グリモの魔導書ですね。さあ、これによりもう1枚魔導書を手札に加えることが可能になりました。さあ、続いてのカードにつなげるための魔導書士バテルを手札に加えておいて、これで墓地の魔導書が3枚。カードをセットしてバトルフェーズ、まずはバトルで500ダメージ。さあ、この魔導書というデッキはいろんな魔導書をやりくりして墓地の魔導書の種類を貯めていくことが重要なんですが、そこを見越したかのようにコズミックサイクロン、墓地の魔導書を除外して効果を発動できるゲーテの魔導書を使われる前にエンドフェーズに除外しました。さあ、ターンが変わりましてカードセット。さあ、まだ攻めないペガサス側、まだ攻めない。ターンが変わっていきます。こうなると一見チャンスのようにも思えるんですが、バテルの攻撃力はたった500ですので、このままだとまだこのターンには勝てないでしょうか。手札には魔導書士バテルがあります。もう一枚グリモの魔導書を発動。さあ、墓地の魔導書の種類はもう十分といったところでしょうか。セフェルの魔導書を加えていきます。そこで先ほど加えていたアルマの魔導書を発動、除外されている魔導書を手札に加えます。先ほどコズミックサイクロンで除外されたゲーテの魔導書を手札に加えます。さあ、ここでセフェルの魔導書も発動。ゲーテの魔導書を公開し、グリモの魔導書の効果によってさらに魔導書を加えていきます。さあ、魔導書側は一切妨害を受けず、まあ、コズミックサイクロンぐらいですかね、ここまで順調にプレイできていると思いますが、ここで2枚目のゲーテの魔導書。対するペガサス側は未だにカードが3枚伏せられている状況です。どこでこのカードを使わせるか、どこでそのカードを使うか。さあ、モンスターゲート、モンスターをリリースしてモンスターがめくれるまでデッキをめくっていきます。魔導消しマットがめくれました。さあ、攻撃力は1600、まだ通常召喚も行っていません。まずはマットの効果を発動してデッキから魔導書を墓地に送ります。魔導書整理ですね。これで墓地の魔導書の種類はもう6種類ぐらいあるんでしょうか。さあ、続いてまだ召喚していなかったので魔導書士バテルを召喚。さあ、デッキより墓地の枚数の方が多くなってまいりました。さらに魔導書を加えていきます。ここで加えたのはアルマの魔導書。このターンは使えませんが、
バテルが500、マットは1600、合計して2100の攻撃力を要することができました。しかしペガサス側は2500あるので、まだこのターンにはゲームが決められないといったところでしょうか。さあカードをセット、もう1枚セット。ここでバトルフェーズ、魔導書士バテルからまずは攻撃、これは通りますと。さあマットの攻撃が通れば一気にといったところで、バージェストマカナディア、対象のモンスターを裏返し表示にしていきます。マットの攻撃力は1600で少し高いので、この攻撃は受けられないといったところですね。加えてマットは墓地の魔導書が5種類以上あるとき、デッキから魔導書を墓地に送る効果を使っていたターンのエンドフェーズに効果を使うことができたので、今裏側守備表示にすることでそれも防いだといったところになります。さあこのターンはあまりダメージが稼げなかったが、バトルフェーズ中に手札のゲーテの魔導書を発動。ここで使うのは墓地の魔導書を3種類3枚除外して、相手フィールドのカード1枚を除外するといった効果ですね。1枚は使ってくれたので、他のカードを除外していこうといったところでしょうか。発動時に対象は選びませんので、何か使うのであればこのタイミングといったところになりますが、さあここは効果が処理されていきます。バージェストもハルキゲニアを除外してターン終了。さあ手札と場のカードを含めて3枚のカードで相手モンスター2体を対処しなければなりません。カードを1枚セットしてターン終了に合わせてコズミックサイクロンに加えて、さらに2枚目のゲーテの魔導書。さあこれで一気に相手のセットカードを除外していこうといったところです。さあ分断の壁とともにカードが除外されて、魔導消しマットを反転召喚、相手のライフポイントは2000、合計の攻撃力は2100です。さらに2体目の魔導消しマットを通常召喚、カードをセットして、あ、発動ですね、アルマの魔導書を発動してゲートの魔導書の回収も忘れておりません。さあカードをセットしてバトルフェーズ、まずはバテルから。さあこの攻撃が通れば、さあ決まりました、フレール選手の勝利となります。さあ続いて第2試合をお届けしてまいります。フレール選手対暇土選手。さあ今度はバンデントキースと武藤遊戯の試合です。先行は武藤遊戯。さあバランスによって手札の魔法トラップモンスターのバランスがいい状態でゲームスタートとなります。さあまずはモンスター攻撃表示でしょうか。先ほどと同じ魔導デッキですね。魔導書士バテルの効果によって魔導書庫クレセンを手札に加えていきます。さあこのまま魔導書庫クレッセンを発動。さあセフェルの魔導書、アルマの魔導書、ゲーテの魔導書、さあまたもやグリモの魔導書を選ばない1枚が手札に加わり、さらに発動グリモの魔導書、さあ手札に持っていましたセフェルの魔導書を手札に加えていきます。さあゲーテの魔導書の兼ね合いで墓地に魔法魔導書と名の付いた魔法カードが3枚あることはとても重要ですので、ここでもセフェルの魔導書をいきなり使ってアルマの魔導書を確保しつつ、墓地の魔導書のカードを3枚揃えていきます。見せたのがアルマの魔導書ですね。さあグリモの魔導書から魔導書競りを手札に加えていきます。続けてカードを2枚セットしてターン終了。ターンが変わります。バンデットキース、さあおそらくセットしてあるのはゲーテの魔導書、1枚はゲーテの魔導書といったところなので、モンスターを召喚したりカードをセットしたりすればすぐに発動されて除外されてしまうといった状況が伺えます。それを踏まえてどのように使わせるか。まずはカードをセット、2枚セット、さあまたもや3枚セット、モンスターを攻撃表示で召喚ギアギアーセナル。さあ攻撃力では上回っていますが、バトルフェーズ、さあこの攻撃は通してくれないゲーテの魔導書、
バテルが倒されてしまうのであればといったところでゲートの魔導書を発動し3枚魔導書を除外してギアギアアーセナルを除外していきます。さあそのまま次のドローを操作するために魔導書整理デッキの上から3枚を確認して好きな順番で元に戻す効果によって次のターンのドローが任意のものに変わります。さあモンスターこそ失ってしまいましたがカードは3枚セットしてあります。まずは武藤遊戯側アルマの魔導書によってグリモの魔導書を手札に、さあそして再びグリモの魔導書から手札を整えていきます。ゲートの魔導書ですね、相手のカードが3枚ありますので慎重に行きたいところですがセフェルの魔導書を発動してゲートの魔導書を見せます。対象はグリモの魔導書、ここで加えるのは2枚目のアルマの魔導書。さあモンスターを攻撃表示で召喚魔導消しマット効果によってデッキから魔導書カードを墓地に送ることができます。これにより魔導書カードの種類を増やせるというのもこのカードの強みですね。さあネクロの魔導書を墓地へ送りカードをセット、バトルフェーズ、まずはバテルから攻撃。さあたった500ですがされど500、まずはこれはダメージを受けました。続いて1600窓消しマット、さあこれも受けますと、残りライフポイントは1900。さあここでエンドフェーズに窓消しマットの効果によってデッキから闇属性レベル5以上魔導名詞ラモールを特殊召喚。さあ特殊召喚されたラモールの効果によって魔導書カードなどお手札に加える効果があったんですが禁じられた聖杯によって効果を無効にされてしまいました。攻撃力はもともとの2000にされてしまいます。さあしかし相手の強力なモンスターが2体残っている状況、モンスターを追加できるんでしょうか。さあモンスターはない、ターン終了。さあまたもや相手の攻撃を受けなければなりません。バンデットキース、片や武藤遊戯側はこのチャンスに一気に勝負をつけたいところ。先ほどは禁じられた聖杯によって効果の発動を阻まれてしまいましたが今回こそはいけるのかどうか。魔導飯ラモールの攻撃が通ればといったところですが3枚のセットカードがそれを阻んでくるような気がします。さあ魔導書士バテルを守備表示に変更して、さあ攻撃は通りました。フレール選手の勝利です。